ああ、寒っ。ちょっとね、忘れてたことがあったから、コンビニに行かないといけなくなった。めんどくさ。めんどくさいけど、しゃあない。はあ。武田さんがおったぞ、武田さんがいましたで、武田くんが、おばちゃんはおるし、武田くんはおるし、武田くんはね、面白いね、武田くんがいたと思ったら、清家のおばちゃんおるし、虫？あれ？これ中に？虫が中にいた。あ、いた。やばい。虫だ。まあ、虫がいたな。どこに行くか知りたいでしょう。教えないよ。どこに行くか知りたいでしょう。教えないよ。あれ？これね、道がね。狭いんだよね、道。狭いけど行こうかね。どこに行くか知りたい？知りたいでしょ？教えないよ。あのね、どこに行くかで教えてあげたいのは山々なんだけどね。やっぱね、個人情報保護法っていうね、法律知ってる？これね、教えれないのよ。個人情報保護法があってね。あれ、魚は休みかな。個人情報保護法ってね、すごくね、大事なの、難しいのね。これやばいぞ。個人情報保護法って知ってる？知らないでしょ？僕も知らないんだよ。ちょっとこれね、道がね、わからないのよ。これ信号。え？押しボタン式？なんて？はい、そうなんだよ。あのね、私ね、ちょっとね、だからね、大事なとこ行かなくちゃいけないの。どこ行くか知ってる？知らない。ピッピ？何これ？ピッピ？即位しました。即位はしてないで。どこ行くか知ってる？教えてあげようか。教えないよ。あれ、どうだったっけな。大変なんだよね。ここかここだったと。あれ、ここだよ。道がね、道っていうかね、いっぱいなんだけどね。ちょっと行ってくるからね。ちょっと行ってくるから、どこ行くか教える？教えないよ。行ってくるから。
ちょっとダメダメ、田舎の人何もわからん。やばいぞやばいぞ、ちょっと違うとこ行くか。行ってこようと。